マガツノートシーズン2ラジオドラマ第11話白昼のきら星後編。忠勝直政がアーク本軍の足止めを行う間、たった一人で陸道園を迎え撃つ家康、いずれも猛者である暗殺者3人を相手に、果たして家康は勝機を見出すことができるのか。いいかい、俺たちの敵は2つ。一つはここへ向かっているアークの軍勢、もう一つが俺の命を狙う雪村たち陸道園だ。それら2つに同時に対処するため、俺たちも戦力を2つに分ける。なるほど。では直政がアークの足止め、家康様とこの俺が雪村どもですな。いや違うよ。ああ、じゃあまさか俺もてめえと。部下の連中だけにアークの相手をさせんのはさすが。それも違う。アークの足止めは君たち2人でやるんだ。陸道園の相手は俺一人でやる。家康様が、その家康様の腕を疑うわけではありませんが、あの3人はいずれも手だれ、さすがに危険では。あ、なんか企んでやがる。当然さ、まあ本当を言うと嫌で嫌でしょうがないんだけど、背に腹は変えられないじゃない。なるほど。殺し屋風情、自分一人で十分ということか。ずいぶん思い切った判断を下したものだ。仕方がないからね。光栄に思いなよ。トップであるこの俺自ら相手をしてあげるんだからさ。さすがは一軍を率いる武将、大した弾力ですね。でもお前さ、ぶっちゃけそんなに強くないだろ。どうやって一人で俺ら三人の相手すんの？当然準備はしてあるさ。これはミュータント。すげえすげえ。下半身は人間なのに上半身は狼だ。かっこいい。いわゆる人狼、ワーウルフというやつか。天然物には見えないが、医療局ではこんなものも。遺伝子工学を勉強してた頃にちょっとね。ちなみに材料は秘密。ほら、ご飯の時間だよ。サイゾウ、サスケ。あ、来た。じゃあ俺右。では私は左を。ユキもどうか楽しんで。ああ。すげえスピード、本当に獣なんだな。毛皮は電気の通りが悪いですね。ゴワゴワしてますし、やはり人肌の方がいい。我々も始めようか、家康。とっとと来なよ。その動き、やはり義手ではないな。どうやって用意した？参考までに聞かせてもらえないか。誰がお前のイカれた趣味に付き合うかって話、知りたかったら俺に勝ってごらんよ。ああ、もう鬱陶しいな。武将のくせに銃なんか使って。銃本体も弾丸もオリベの特注品だ。当たれば悪魔化した武将もただでは済まない。そうだろうね。そんな嫌な気配がビンビンしてるよ。はっ。すべて弾くか。相変わらずガードが硬い。どうも私と君では相性が良くないと見える。あっそう、それは何よりだね。いいだろう、家康。君にはさらなる窮地が必要らしい。では見せてもらうとしよう。君のあがきを、君の死に様を。相変わらずひどい音だな、本当。
でも、さあ！それ、本来は奥の手、初見殺しでしょう。平衡感覚の喪失は、効果さえ分かってれば、ある程度耐えられちゃうからね。しかし、たとえ達人でも万全ではいられない。多少の影響は受ける。私には、それで十分だ。はあ？なんて速度！飛び道具にばかり気を取られるな。しまっ！うわっ！わずかに身をかわし、直撃を避けたか。くそ、くそ、なんだよ今の動き、まるで見えなかった。まったく、大した勘だ。やはり天に愛されていると見える。だが、この程度ではまだ足りない。土壇場だな、家康。あ、楽しかった。人間と動き全然違うのってやっぱ新鮮。私はさすがに疲れましたよ。長めの充電タイムが必要そうです。頼みのペットたちも片付いて、これでいよいよ終わりだな。持久戦に持ち込むことで、こちらの消耗か、アークの足止めを終えた部下たちが戻ってくるまで持ちこたえることが目的だったのだろう。だが、我々の実力を甘く見すぎていたようだ。それは、ああ、それとも政宗がその役目だったのか。はあ、違うし、っていうか、なんでここであいつの名前が。すまない、話がそれた。それよりも今回の君の死についてだが、あえて自らの命を危険にさらすことで活路を見出そうという覚悟まではよかった。しかし、その後がいささかお粗末だったな。お世辞にも美しいとは言えない。と、私からは以上だろうか。最後に君から何か言い残すことはあるか。最後だって。ああ、そうだ。私としては思わず感じ入るような、そんな遺言を願いたいのだが。遺言？俺の。決めたよ。俺、アークで医者になる。医者ですか？んだよ、やぶから棒に。ほら、どうせ当分は人質生活が続くんだし、それくらいならいっそアークへ貢献する意思を示せば環境も良くなるかもしれないだろ。しかし、なんでまた医者を。アークに忠誠を示すためならば執行官などの方が早そうですが。ダメだよ、執行官なんて。そんなのアークの警戒が強くなるだけさ。その点、医者ならそんな心配もない。幸い医療局はいつだって人手不足だって言うしね。それにさ、気づいたんだ。生きたい、死にたくないっていう意志の力は他の何よりも強い。それはあのいけすかない特権階級の連中も同じはずだって。そう、俺たちだけじゃなく、みんな死にたくないんだ。医者になればそこを逃げることができる。しかし、言うほど簡単じゃねえぞ。大丈夫、俺たちならこれまで通りうまくやれるさ。それに俺はどんなに大変なことがあったって諦めたりしない。ほら、いつも言ってるだろ、生きてさえいれば。生きてさえいれば、いつかきっといいことがあるから。ふん？そうさ、死んだら何にもならないんだ。だから
と俺は間違っていない。なんだ、よく聞こえなかった。ユキ、気をつけて。いい月だ。確か清正だったか。は？今の完全にやれたタイミングだったろ。どういう反応速度してんだてめえ。マットファング、どうしてここに。そいつだけじゃねえぜ、俺らも一緒だ。どうしてってなこと決まってんだろ。人助けだよ、人助け。ばあ、あいつ知ってるよユキ。あいつあれだ、マッドファングのクソザル。ダンク、ずいぶんな挨拶かましてくれんじゃねえか、クソガキ。てめえこそ猿みたいな面のくせによ。兄貴、せっかくかっこよく登場したんだから。ちょっと遅すぎなんですけど、ヤングは時間にもルーズなわけ。ありえありえ、でも間に合ったんだからいいだろ。つうわけで野郎ども、出番だぜ。わざわざ舞台まで連れてきていたか。しかし秀吉、なぜ君がこんなところへ。突然博愛の精神に目覚めたとも思えないが。いやいや、そんなことねえよ。俺はこの親友を助けに来たんだな、家康。キモいからそれやめて。っていうか、親切で来てくれたなら例の報酬はいらないってこと。ふざけんなよてめえ。もう約束しちまったんだ。もらうもんは絶対もらって帰るぜ。つまり取引したと。家康、君がよりにもよってマッドファングと。そういうこと。ちなみにここだけじゃないよ。ほう。退却だ、総員退却。ほらほら、時間稼ぎは終了だ。死ぬ気で逃げろ。アークの本軍に捕捉されたら俺らなんざひとひねりだぞ。まだまだだ、もっともっと敵を。ザホ、てめえはいい加減正気に戻れ。やれやれ、そいつはいつもそんななのか。ああ、官兵衛か。退路の確保ご苦労。上から言うな、上から。ボスの指示だから従ったが、そうでなければ誰がお前たちなど助けるものか。これくらい文句言うんじゃねえ。散々俺らからぼったくっていくくせによ。ふん、人聞きが悪いことを言うな。これは正当な取引、ギブアンドテイクだ。だからきっちりもらっていくぞ、約束のブツをな。そう、俺は秀吉と取引したんだ。俺の持つ医療知識に、アークから持ち出した最新の医療機器の設計図、それとその他もろもろ。正直もうほぼ全部だね。でもそれと引き換えに俺たちを助けてほしいって。なるほど、そうきたか。まあ嫌で嫌で死にそうだったけどね。死にたくないからお願いしたけど。サスケ、一応聞きますがどうです。あー、結構やばい。秀吉ってのも清正ってのもめっちゃできる。となるとユキ、ここは。ああ、分かっている。やむを得ないな。あれをやるか。そういうわけで、とっとと片付けちゃってよ、マッドファング。よし、一丁やるか、キヨ。あいよ。まさか君と戦うことになるとはな、秀吉。噂は金金だぜ、陸道園。縁がありゃ仕事を頼みたかったんだが、まあ巡り合わせが悪かったってことで。
どいてろ兄貴。ユキ、今俺がさすねえよチビザル。サスケ。怪我はないか、サスケ。ユキ、ごめん、俺。サスケ、サイゾウ、引きなさい。ここは私が引き受ける。仕方ありませんね。行きますよ、サスケ。でも、ユキが。いいから、そのユキの命令です。逃がすなよ、おい。形勢、逆転ってやつだね、ユキ村。何か言い残すことはある？見直したよ、家康。プライドを捨て、自分たちの最大の武器を明け渡してまで生きたが、実に素晴らしい。見上げた生き汚さだ。ああ、そんな君がどんな死に様を選ぶのか、とても興味深い。そうだな、先ほどの評価は撤回しよう。やっぱ無理、生理的にダメ。頸椎切断による即死、それが君の死に様だったよ、雪村。やれやれ、だから言ったんだ、殺し屋風情に俺は殺せないって。それにしても、ああ死ぬかと思った。チャンネル登録と高評価の方忘れんじゃねえぞ。